心霊スポットに行きたいっていうことで、せーの、心霊スポットに誰が一人で入るのか決めたいと思います。どうもこんばんは、ホスカイです。今日は会長がどうしても心霊スポットに行きたいっていうことで、絶対行きたくない、まあ渋々ね、八王子の方に行こうかなと思ってるんですけど、でちょっと今日急遽あのドライバーとしてキリト君が来てくれました。でカメラマンのアキさんと会長と僕で八王子に向かってるんですけども、雄大さんがどうしても、いや八王子はマジでヤバいから、これなんか行きたくてしょうがないと、さっきから騒いでます。本当にヤバい。こ実際会長は怖いですか、そういうのダメなんですか。全然ダメ、俺お化け屋敷すら途中でドロップアウトする。今八王子に着きました。めちゃくちゃ寒くてちょっと凍えてます。で今トランプを買ったんで、カメラマンのアキちゃんと、会長と、ドライバーのキリトと、4人でトランプを引いて心霊スポットに誰が一人で入るのか決めたいと思います。トランプ1枚ずつ引いて1から13で数字の一番低かった人が心霊スポットに入るんですけども、ジョーカーを引いた人がいる場合、その人が、誰が一人で行ってくるか選べるという、負けた人もワンチャン助かるかもしれないし、勝ったと思いきや生かされるかもしれないという魔法のカードを仕込んでスペードのみで対決していきたいと思います。この4名で始めたいと思います。じゃあもういいですかね。OK です、 OK です。はい、それではまず私から引いてみたいと思います。でこれせーのでドンしますんで、見るのなし、まだ見るのなしです。あ、これだ、ドライバーのキリト君。めちゃくちゃ被害者。じゃあ僕は俺最後っすか、俺最後っすか、俺最後っすか。いやじゃあそう、先にカメラマン引いてもらっていいですか。え、見てないよね、これで見てないと思います。で他のトランプ置いちゃいましょう。他のトランプ置いちゃおう、置いちゃおう、他のトランプ置きで、他のトランプ置いちゃおう、せーのドン。いやーやーマジで勝った、危ねえ。いやーマジおりゃー、見たいかもう一人。今向かってるんですけど、さっきまで会長あんまり機嫌よくなかったんですけど、いや楽しいね、ホスカイ会長、会長一気に機嫌良くなっちゃった。楽しい、もう喋る喋る、こんな喋る人だったっけっていう。いや、おめでとうございます。本当に嫌だ、やっぱ勝負は強いね。まあというわけで、もう取れ高とかもまた僕ら今回一切気にしてないんで、チャンネル登録高評価いらないんで、はい、楽しんでいこうかなと思います。以上、社内からでした。これが冬月のやり方だ。最後言い残すことは、まあ俺は必ずリベンジするんで帰ってきます。ただまあ奥まで行けたらね、彼がまあメンズエステに行きたいって言ってたんで、ちょっとメンズエステ代をね、まあ会長がプレゼントしてくれるそうな、奥まで行けたらね、メンズエステと恐怖どっちが勝つかをちょっと検証していきたいなと思います。いや恐怖勝つでしょ。じゃあこれから行きます、行ってきます。来ました、はい来ました。でナイトショットにしました。来ます、その石段の下まではみんなで行ってあげる。もうすでに会長に言ってます。やばいやばい。まあ、ただ俺らは奥までは行かないんで、石段の下まで行きます。やばいっす、暗い、本当に真っ暗で怖いです。こうすでに俺先頭歩いてるんですけど、すでに嫌。僕たち30代は息切れが。じゃあそろそろ秋田に行くかな。ちょっと待って、ちょっと待って、いやこれやばいって、マジでなんか映るよ。うわー、暗い、なんかぶら下がってる。あ、ちょっと待って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 、いやこれ本当にやばい。いやまだ来るんでしょ、来てよ早く早く。なんか聞こえ、やばい、マジ怖い、これ光がなんもない、やばいなこれ、本当に怖い、マジ怖い。行ってきます。とりあえずは暗い石段を登ります。これは本当にあの二人を恨んでる。すげえ寒いっす。階段をの、なんかあったー。お地蔵さんかな。お地蔵さんを照らしていいもんか、果たして。怖いなぁ。お地蔵さん見えるかな。お地蔵さんのような。見える？一回戻る。戻る方が怖くない。一回行けば大丈夫。
ちょ、戻ります。ちょ、マジ怖い、マジ怖い。おい、どこ、ちょ、ちょ、待って、最低、逃げやがった、ライト置いて。ちょっと、やばいやばいやばい、これ、いや、持てねえし。逃げやがった、あいつら。鼻水が止まんない。いる？どこ？マジ怖い。あの二人に復讐をするんで。甘えんつながら仕事にも出る。おこがましいわと。なんか身分をわきまえとらんすね、うん。